打率3割4分、27本塁打、109打点、42盗塁、この最強3番打者。2003年の時はバケモンかと思った。福岡ドームの中間に放り込むホームラン好きだった。打って走れて球も見れて守れんだろ、ずるいじゃん。現役の頃とか知らんけど井口のファンしてたら楽しかったんだろうな。ずっと長期待され続けながらも何かいまいち体制しきれなくて、ようやく本格化したと思ったら速攻出ていった人。目を引く成績残したのメジャー行く3年前くらいからやろ。大型ショートでめちゃくちゃ有名やったのに、大卒で入団して4年近く2割前半で、ホームランはよくて20本いくかどうかで微妙やったわ。30本1回だけか。まあ福岡ドームやけど。恐ろしいのはメジャーに対応するために数年準備してたこと、まるでいけることを確信してたみたいに。あんま注目されなかったけど、今見るとメジャーでもすごい。パワープロだと BAADC とかで最強セカンドやった。強い。相手チームのピッチャーは本間投げるの嫌やったろうな。ダコートはいえトップ10に5人入る大英打線をに過ぎる。規定打席到達で11位以下だとこの2人か。山田ワン勝ったら歴代ベスト9に入れていい実績やで。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。